雅子さまは今回那須のご静養で皇太子さまとテニスを楽しまれました。とても元気で。あ、そうですか。本当に嬉しく思いました。愛子さまも一緒に元気でですね、走り回ってですね、非常にほのぼのとした雰囲気の中で、テニスを楽しまれておりました。ちなみに3年前、皇太子さまと雅子さまがプライベートで那須を訪れた時のことです。ランチを召し上がったホテルで向かい合わせではなく横並びの席をご希望したそうです。大変こうお二人で仲睦まじくですね、お話しなさりながら召し上がってましたね。すごく印象的でした。景色を眺めながら仲睦まじく召し上がったメニューは皇太子様がカレー、雅子様はヒレステーキを召し上がったそうです。幸せな気持ちがこれほどまでに表情に現れるんでしょうか。ところで赤坂にある宅配ピザでは東宮御所からも注文が入るそうです。ここ最近でしたら2004年の5月ぐらいに一度ご注文をいただいております。このピザを食べているのは一体誰？お届けさせていただいた際に係官の方から皇太子殿下や雅子様がお召し上がりになるっていうお話も聞いております。ご注文はふっくらした生地にお肉と野菜をトッピングしたオーソドックスなタイプのピザだったといいます。今年の新春、一堂に会された皇室ご一家、そこには3人の子供たちと3人の孫に囲まれた美智子さまが。3人の子供たちからも多くの喜びを与えられました。私は男の子も大好きでしたが、3人目に小さなさや子が来てくれた時の嬉しさも忘れることができません。この子供たちを昭和天皇皇順皇后のお見守りくださる中で育てた日々のことは今も私の大切な思い出です。真子が5つ、過去は3つの頃から種まきや刈り入れの時にはほぼ毎年のように来て陛下のお手伝いをしています。養蚕の時に回転まぶしの枠から眉を外す眉かきの作業なども二人していつまでも飽きずにしており、仕事の中には遊びの要素もあるのかもしれません。年の宮が大きくなり三人して遊んだり小さな手伝い事などができるようになるとまた楽しみが増えることと思います。